王ミミックシールドを発動。このカードはミミックパペットのモンスターエクシーズ1体に装備し、その攻撃力と守備力を入れ替える。さらにこれを装備したモンスターエクシーズのオーバーレイユニット1つにつき300のダメージを相手に与える。ジャイアントキラーのオーバーレイユニットは2つ、よって600のダメージを食らってもらうぜ。どうだ、来た、答えたろ。俺はこれでターンエンドだ。